おはモーニング。今日は念願の餃子パーティー開催日。髪も綺麗に洗ってパーティーっぽくとんがり帽子を頭に乗せているんですが、立て続けに来た LINE の通知。残念、いけぬ、ピアン。今日は紐とファミレスに行くことになってしまったといういとこ。友達は来なくてもさすがに妹は来るだろうと思っていたら、ゼミの新年会あったの忘れてたと一言。何が餃子パーティーじゃい、畜生。今なら巨人の星の星ヒューマと分かり合える気がする。柱に飾り付けたガーランド、みんなと遊んでみたかったカタン、拡張版まであったのに、やけくそになって宇宙カタンポチってしまいました。まだ通常カタンすら遊んだことがないというのに。稲子ではなくニラを振るキラキラ節の坂村です。まだ何も知らないパーティーモードな昼間、先に餃子の案だけ作っておこうと思いまして、食撃の相馬気分で振りかざすメッツァルーナ。切れ味悪すぎるので研いだら100均くらいの切れ味に進化した。白菜以下省略、キャベツ以下省略、ひき肉だけじゃなくてエビ餃子もありかもと思い、買ってきた冷凍エビも細かく処刑していきます。野菜もたくさん使っているので、これ包めも餃子の形をした実質サラダだから、いくつ食べても許される。生姜とニンニク、醤油にごま油、味の素と胡椒を少々、ひき肉も別ボウルにスタンバイさせたら、餃子 DJ 焼き太郎合法的な焼き方を心得ようと沸かすフロア。ガチ人生一度も行ったことないクラブを想像しながら案をこねて、パーティー前夜祭気分な自分を見ていられない。社会人になってからクラブに一時ハマっていたという友人から、実際どんな感じの場所なのって聞いてみたら、酒も飲まずにフロア中央で初対面の外国人とアクロバティックなダンスを汗だくで踊ったらハイタッチしてポカリ飲んで帰る場所って言ってたけど合ってる？餃子パーティーのフロアの観客はゼロになってしまったけど、せめて餃子は満員にしようと一人で包んでます。餃子パリッとさせたくてと丁寧に皮で餡を包んでいるけれど、丁寧にしようとすればするほど餡が暴走する。下手くそだなーって笑ってくれる人がいないのでちょっとだけ悲しい。実家で作った異形の餃子だけは綺麗に作れる。やっぱり餃子にも尖ったアイデンティティを与えたい。この何とも言えない独特なわびしさは、飾り付けた家で待っていたらドタキャンされて一人虚しく餃子を作る人間にしか出せない味。一応名前をつけてみた。初めての餃子、幼少期の餃子、ごく稀にある奇跡の餃子たち、原点回帰、牧間さんにひねりつぶされた餃子、宇都宮出身だからといって餃子うまく握れると思ったら大間違い、押し入れで眠っていた餃子マシンを使う時が来たか。餃子もたこ焼きも店で出来たて買ってそのまま食べた方が絶対楽で確実にうまいのに、家で材料を用意して作るのはきっと作る過程が楽しいからだろう。みんなで机を囲んで他愛ない会話を交わしながら手作りする。その優しい時間を吸収しているからこそいつも以上に美味しく感じるんだと思う。めんどくさい以外の感情を掘り起こすのに必死だけど、せめて案が優しさに包まれたならそれでいい。大人になっても奇跡は起こるよというユーミンの歌詞に励まされて生きてきた。金曜ロードショーさえ放送されていたら一人の餃子パーティーも報われるのに、うまく餃子を片付くれないことからネガティブモードに変身していたけれど、餃子マシンを使ったら簡単に割と綺麗に包めるようになったので自我を取り戻し始めた。そういえばさ、最近ニンニク鍋誕生日に一人に食べるっていう動画あったじゃないですか。あそこのねコメント欄に銀河一の陰もなんちゃらかんちゃらみたいなアイコンの人からスーパーサンクスっていう、要するにスーパーチャットみたいなのが投げられてきたんですよ。誕生日ねえのおめでとうみたいな。え、これ陰もなみたいな。で妹に確認 LINE 送ったんだけど、既読無視か断り LINE しかしてこないから真相定かじゃないってスルーされたまま。誰なの、見ました、偽物の妹なのか本物の妹なのか。そろそろ餃子うまくなってきた説は、餃子が上手に作れるようになると自己肯定感上がるね。このまま餃子生成ボットに転職しようかなと思い始める頃には残りの皮があと数枚になっていた。最終的には包むスキルも上達、見てほしい努力の結晶を。心なしか餃子も微笑んでいるように見える。一人だとなかなか使う機会がないホットプレートを引っ張り出し油を広げるはずが、キッチンペーパーに全吸収されたので追加。規則正しく綺麗に整列させていく。瞬く間に餃子の満員電車の完成。
この中にならぎゅうぎゅうに押し込められてもいいとさえ思える。水に溶かした片栗粉で天使の羽ができますようにと祈り、蓋を閉じる。みんなは餃子の具材、何入れるのが好き？ドロヘドロみたいに大葉餃子もいいし、チーズなんかをトッピング追加しても美味しそう。焼き後、茹で後、ニンニク増量。餃子を目の前にすると見たくなるスペック。出来上がりました。餃子100個を一度にひっくり返すのは至難の技すぎて苦戦してます。最初の型崩れアイデンティティ餃子もすっかり同化して一体感が生まれている。おんぎゃお。結婚式の引き出物でもらった薄張りグラスにビールを注ぎ、乾杯！今日の自分にお疲れ様とエールを送る。薄張りグラスだからなのか唇に触れている感じがあまりなく、いつも以上にスーッと口の中に流れ込んでくる。グラス界の俊足、ボルト現る。タレは醤油と少しでシンプルに、今にも羽ばたいていきそうな焼きたて餃子を一口でバグリ。おいしい。パリッパリの焼き加減、その先に待っている肉汁たっぷりのあん、白菜を入れたことによってシャキシャキ感が増している。100点満点をあげたい。大成功を遂げた餃子を今日は好きなだけ独り占めしていい。独占禁止法を掲げる相手は誰もいないのだから、ビールと餃子があればこの世に怖いものなんてないと思える。実質サラダなのでこの世で一番怖いカロリーすら打破できる。プリップリなエビ餃子はまた違った食感で飽きが来ない。スイスイと幸せが追加していく。スイミーでも孤独を知ることで自分とは何なのかを知ることができるのだと言っている。私は一人餃子を包み続けることでいろんな感情を経験した。なんで一人で100個も餃子作ってるんだろう。出前館で王将頼もうかな。そんな負の感情も含め、行き着く先はいつだって美味しく飲んで食べること。自分の生きる喜びの終着点はやはりここにある。酒と海と大地と焼かれし餃子、ドラゴンクエスト8にハマりすぎて夕飯できたよと呼ばれても部屋にこもってプレイし続けた頃の記憶。真夜中に家族みんなが寝静まった後にキッチンで綺麗に整列されラップがかかった餃子を温めることなく食べた。冷めていたけれど丁寧に包まれた餃子はカリッとしていて美味しかった。宇都宮には美味しい餃子がたくさんあるのになんで手作りなんだろうといつも思っていたけれど、夕方からコツコツと一つ一つ丁寧にお母さんが作ってくれている姿を想像したら、温かさを感じると同時に申し訳なさで胸がいっぱいになった。もしかしたら私たちは手作り餃子を通して人の思いを食べているのかもしれない。面倒だからと一度に100個作ったけれど今夜で食べきってしまうのはもったいないので、明日食べるかなとハレルヤチャンス。残りは冷凍だな。ごちそうさまでした。え、まだ食べるの？しかもデザートにすき焼きかよって思ったでしょ。これすき焼きにそっくりなケーキなんですよ。パーティーというからサプライズで用意したすき焼きケーキ、消費期限が解凍してしまって今日までなので食べねば。肉の部分はほんのり甘いクレープ生地、その下はムースのようなババロア、豆腐はチーズなんだけどしっかりと炙られた香りがする、再現度が高い。人参は味がしないけどボロロンっていう感触。長ネギはめっちゃ甘いホワイトチョコレート。白滝に関してはこれ本当に白滝？と錯覚。椎茸はヨボヨボなスポンジ。葉っぱはよくわからない謎の皮。とにかく甘い。夢を見ているような味。脳みそが溶けていく。目を閉じれば億千の星が見えてきそうだ。そのまま朝まで目覚めることはなく、夢の中でみんなと餃子パーティーをしていました。なんとなくだけど目覚めるのがもったいない。そんな優しい夢だった。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。餃子パーティーとたこ焼きパーティーには縁がない坂村です。手作りパーティーじゃないけど、よくお店にロシアンたこ焼きみたいのあるじゃないですか。あれ3個のうち1つだけ大量のからしが入ってるみたいな。それ1人だったけど注文して食べてみたことがあったんですよ。ただただ胃もたれして辛い時間が流れただけでしたね。ほんじゃん。バイバイ。